J1ハウス始まるよ。結構攻めた気がしたんですよ。J1 スイーツパラダイスを食べ尽くせー。よいしょー。やったー。いい音。いいね。いや、美味しそう。いただきます。うわー、わんぱく。素晴らしい。よし、バカ野郎。よし、皆さんはこれからやっぱり世界に羽ばたいていくわけですから、本日は大事な講義を受けていただきたいと思います。先生お願いします。J1 ハウス。息が詰まりそう、さみ動き取れないよ。今日は取材ラッシュ。昨日本当に MV 撮影1日目でめっちゃ疲れたんですよ。ガチで。ちょっと今日はもう頑張るんですけど、体力的にきついかなってちょっと思って。頑張ります。Go to the dock。J1 ハウス J1 ハウス、俺が決めました。 J1 ハウス、せーの、 J1 ハウス。途中の一回腰手回して。社交ダンスですか。社交ダンス。何か困ったら最近これする。なんだっけこれ。J1 ハウス J1 ハウス。まあ使われないでしょ。どうせ使われないんで何も喋らないです。もう ちょっと違う自分になった気分。そうですね。初めてこういうなんかピチッとした服を着ましたね。あ、おかえりなさい。ただいま。ジェンマフンス。すごい。なんかね、こんな高いものばっか着せてもらってすいません。あ、こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。はい、カメラの前モードスイッチオン。黒髪の時は結構見間違えられること多かったと思うんですよ、僕ら二人ね。はい。なのでやっとショウヤと差別化できました。ありがとうございます。ありがとうございます。何すか。いや、なんもない。こっちが純気分でこっちが怒る。いや、こっちが俺。あ、違う、こっちが勝利。こっちが自分で言うじゃない。もうその時点で君の負け。味しないです。味しないですよね。でもなんかプツプツはしてるから、それがいいんじゃないでしょうか。顔触るの難しいです。なんか多分僕指先で多分触ってたんですけど、多分これ平でいった方が。良かったかなって反省です。
結構攻めた気がしたんですよあのキスするみたいな感じだったんで超不安だったんですけど意外といい感じ。え、めちゃめちゃかっこいいじゃん。ありがとうございます。これ裏の多分この端ら辺です。ここら辺に多分はい、漫画より少ないや。僕は表紙で入ってるんですけど絶対嫌や。王子様っぽい感じのなんて言うんですかこれ、フリル、なんかえラッフルっていう、なんかちょっと王子様っぽいなんか感じにしてくれたらしくて、それがちょっと嬉しくて。アップっすね、結構。ありがとうございました。難しい、難しいわ。あ、いいよ。もっとパターン増やしていこうか、この順気。みんないいな、羽織って。すげえ。すげえ。何もないっすよ。出身者絶対好きな服装ランキング何位ぐらい。これ1位でしょ。だから、まあ、デニムに白 T 1位2位ぐらい。1位でしょ、うん、よく聞くのは聞きますよね、うん、もういいっすよ、映ろうとしなくて。みんなと喋ってる時は面白いんですけど、そう撮ってるってなるとなんかあんまおもろいこと言えないです。誰が言ってんねん、誰が言ってんねん。一番そうや、一番そうやで。ケン、お互い様や。マスター、面白いことを別に求めてないと思う。いや、せっかくなんか撮ってくださってるから、なんか面白いことというか、なんかこう撮れ高をしたいじゃないですか。でも何もできないんですよ。もうそれが悔しくて恥ずかしいっす。ありがとうございます。ピンクと白から赤と、そうですね、2人とも若干変わりました。はい、どうも J1 の白井由紀です。もうカメラを渡されました。はい、どうしてっか。じゃあ僕がメンバーにじゃあインタビューしていくんで、はい、じゃあここからが始まりなんで。どうですか。何がですか。何がですか。撮影です。撮影は撮影ですか。いや、やっぱりね、ルキがやっぱ一番かっこいい、マジで。
いやなんか一人だけかっこいいやついるなと思ったゆるきなんだよなやっぱり。ゆるき喋らなかったらかっこいいんだよな、うん、ずっと喋ってるからな。どうですか今日の撮影は。今日の撮影はどうですか。今日はみんなかっこいいな。みんなかっこいい、うん、ありがとうございます。笑っていいですか。今日の撮影どうですか。いや今日いいじゃないですか。みんなみんな自分を出せて、しかも純喜は青髪で、はい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 、初めて雑誌じゃない。そうだよ。あでも襟足ないね。襟足今日閉まってます。なるほど。はい隠してます。このスタイリングのどういうコンセプトですかこれ。今日はあの、まあ、初めあのあれやつセットあのセットアップじゃない結構あのカジュアルの感じ、うん、ベーシック、うん、結構しっかりやったから、うん、あ違うあれは現在か大人なあのヨーロッパの街に一人でバラの花一本持って立ってる人あのをイメージしました。で今日は大人な男性をテーマに、はい、なるほど、はい、だとしたら間違えているかもしれないです。明日はじゃあ最後純喜締めてなんか、はい、締めてってさ、うん、もうなんかルッキーのさ全員そうしてるの、うん、いや何でもいいんだよ。あのまだ撮影残ってるから頑張っていきましょうとか何でもいいんだよ。あの最後締めて何でもいい別に。じゃあルキズ TV この後も続くので盛り上がっていきましょう。バイバイ。よし完璧っす。見てください、この右手、この右手の筋肉。おんねおんね、ゲームのバグでこんなんあんねんよ。進まれへんよ。止まった、止まった。止まった、止まった。多分あれ、今あのコントローラー使ってる人がトイレ行ってます。もう帰ってくるから、もうそろそろから。お、上、ちょっと上だ、ちょっと。そっちかい。あんねあんね、バイオハザードとかだ。いいや、豆ちゃん今日俺のおごりだから食べちゃって。いや、それは食べ過ぎです。ごめんね。しよう。僕は何も食べません、はい、お腹減った、ペコリン先生、お腹が食べないぞ。ちょっと練習なんでフォーク持って。いや、危ない、お前フォーク目に刺さるとこやったよ。フラッシュで黙らせる。危ない、フォーク目に刺さるとこやったね。僕が絶対着ない服ランキング3位です。はい、なんかちょっとこういうカジュアルな感じ、あんまりゆったりめはあんまり着ないですね。びっくりした、急に来たから変わりました。はい、だいぶ変わって次は帽子をかぶってみました。今日は結構いいです。よし、はい、うーん、美味しい。
人。確かにこれで直せる。よし。おっと。ドーナツ持ってちょっと一人ずつ取るんで。はい。一人ずつ。一人ずつ。わかりました。ドーナツはカロリーがゼロです。なんか作り笑顔というか、とんでもない。このシャツはジャケット撮影で着てたんですけど、シャツと靴は、このジャケットは初めてです。ちょっとまだまだ、ちょっと見合ってないです、まだ。これとこれが。だから、もっと強くなって出直してきます。ジャケシャの時は、ロングコートでリバーシブルのやつだったんですけど、今は夏仕様のちょっと涼しめな感じに変わりました。多分これも踊りやすいように。あ、かっこいいですね。この中やっぱ柄が目立っていい感じです。靴も、靴がなんか履いた時に柔らかくて軽くて、しかもパンツも、なんせジャケットがね、やっぱいいっすね。フィットしてます。盛況のスイーツパラダイスさんで思う存分スイーツを味わっていただこうという企画でございます。やったー、はい、ついに来ました。見てください、皆さんのこのパネル。だって1年前何してました？ちょうどだからプロデュース101で掴めを撮る前日ですよ。1年後もこれですよ皆さん。うわ、ちょっとルール説明させてください。まずですね、まあ、好きな食べ物と飲み物を1品注文。おお、なるほど。でこれ完食して、はい、この JO1 のですね、はい、ノベルティのコースター。たくみくんだったこれ。わあ、そうそうそう、いいな、いいな、かっこいい。またこれいいよね、バンダナがね。いい、自分のノベルティのコースターが出たら、はい、勝ち抜け。なるほど。引けなかった場合は次の勝負に持ち越しと。僕が最初に順基を引いた場合は、順基はそれを引けるってことですか？そうだけど、あのメンバー全員の出たら、まあ、シャッフル。分からなくなる。そう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 、11人プラス4枚がその JO1 カード。そうね、本当に引ける人ってスターですから。なるほど、はい、ということで早速注文いきましょうか。はい、おお、ちょっとすごいね。超お腹空いてます。うわ、うまそう。いやすごい、でもあのバラエティに富んだメニューといいますか、
なかなかボリューミーなやつもあるね。油そばもあるし。油そば面白いね。急にこのマークみたいなのはこれあれですか、なんかモナカですよ。あ、これ食べれるの？はい、だから JO1 のマークのモナカが入ってる。はい、JO1 モナカです。ドリンクも気になるのよ。確かに。たくみくんの気になるんだよね。これこれ何？これ何？これは、うん、まあこれあのピーチジュースなんですけど。ピーチジュースだね。ピーチって桃じゃないですか。うんうん、いやその言い方的には、うん、もちっちゃい粒入るんだね最後。あとうんがちょっと伸ばしてほしい。うん、もじゃあ僕からはい、与那城くんからいきましょう。今日はがっつりいっちゃうを食べます僕は。お、自分の今日はがっつりいっちゃう。はい、今日はがっつりいっちゃうみたいな感じですね。ありがとう。私はキマタンの故郷の味、油そばで。結構滑ってます。はっきり言った。じゃあ行かせていただきます。はい、もう行っちゃおう。出た。これが正式の言い方。それではお願いします。お願いします。うわマジで腹減ったな。言ったら食レポも大事ですから。そうですね。やったことももちろんないですよね。ないです。どんな味かっていうのをやっぱ伝えていただきたいんで、ね。なるほど。お、来ましたよ。お、わ。うわうまそう、うまそう、めちゃくちゃ美味しそう。え、めちゃくちゃうまそう。すげえ、すごい、まあ、それ食べた。これ美味しいわ。うわうわすごい、これ絶対美味しい。これ見てください。これはこれやばくない？これは美味しいよ。これ絶対美味しい。最高や。これはもうお腹が喜んでます。確かにね、もう胃液ブワー。あ、これが噂の、これがもう、ありがとうございます。合ってました？合ってました。合ってました。今の正解で、正解ですね。さすが店員さん。うわすごい、これいいっすね。ちょっと食レポしたことないんでね、みんな考えてた方がいい多分。いや考えるもんじゃないっす。考えるもんじゃない。あ、じゃあ先行きますか。どうぞ。考えるもんじゃないでしょ。もういろんな具材が入ってるんですよ。はい、あの翔也の好きな食べ物を盛り込んだイメージがするんですけど、はい、確かに、あの、あんまこのトッピングってないかもしれない。確かにね。ちょっと待って。あ、でも美味しそう。混ぜていい？全部混ぜていいんじゃないですか、食べやすいように。いただきます。うわ、絶対美味しいから。これいただきます。美味しそう、美味しそう。わ、いい音。いいね。うわ、いい食べっぷり。うまい。感じたんだもんね。うまい。考えてないです、純喜くんは。感じたんです。キムチとチーズ溶けて、うまい。とにかくうまい。うまい。めっちゃうまいです。うまいが勝つ。うわ、これうまい。完食してからですから。あ、そっか。ノベルティの、あ、ノベルティのコースターは。なるほど。え、これを3回。大丈夫？大丈夫？キムチが。ね、ちょっとキムチかな？純喜くん。すすりすぎた。大丈夫？大丈夫？大丈夫？キムチが、ちょっとキムチ、色味とちょっと栄養のバランスを含め、ブロッコリーで、あとやっぱ上に乗ってるチキンですよね。はあ、高タンパク低カロリー、やっぱちょっと筋肉のこと考えてる。筋肉の、はい、それも混ざってすごい美味しい一品です。ちょっと待ってください、あのお店の方ですよ。いや美味しそう。絶対美味しい。 100% 美味しい。マジでうまそう。美味しくないわけがない。いただきます。うわうわうまそう。笑いましたね、思わず。うまい。いや伝わってくるわ、美味しさが。めっちゃうまい。なんか味のバランスがすごいです。酸味と旨味と、うん、あと卵も結構薄焼きなんで、うん、好みの卵です。おお、いや食レポうまうまいな。純喜くんガチ食いしてます。いいね、一蘭みたい。確かに。お待たせいたしました。あ、すいません。じゃあ匠くんお願いします。ちょっと一旦止めてもらっていいですか。ごめんな、一応だけ見てもらって。そう、寂しい。いただきます。かわいいね、マークも。うまっ。出た、リアル。もあ、それでも使えるんだ。これ使えます。なるほど、うまそうだな。いや、これは美味しい。なんか、うん、あの本当の桃の味がするというか。たくみくん桃好きなんだ。桃好きです。はい、ピンク担当。そうだよね。でちょうどやっぱ桃っぽいな。確かピーチジュース、はい、ピーチ色でなんで、うん、一応これを頼めば間違いないので皆さん頼んでください。いいね。食後にも、うん、なけます。ちょっとあの
お二人学食じゃないんで、ここ学食じゃないんですよ。やってますこっちで匠くんが。あ、ごめんなさい。お二人とも向こうのガチ食いだけやめてもらっていいですか。あと先ほど言ってた JO1 のマークのモナカをですね、ちょっと味聞こうと思ったんですけど、まだ残ってますか。残してますか。いやいやいや汚っ。ちょっとごめん、もうちょっと綺麗なやつちょうだい。味が旬でそうですねこれ。いただきます。確かにね、うまっ。それは違うじゃないですよ。それは違う違う。完食です。完食です。お素晴らしい。うまかった。うまかったな。フルーツは大丈夫。まあ、食べたい。かわいい。今の、今の撮ってくれてました。食べたいっていう。今の顔ちょっとたまらなかったな。もうね、もう頼む準備してるやん。もうちゃちゃちゃ。そういうのじゃないの。ただガチ食いじゃない。普通にお店来たみたいになってますけど、完食でございます。さあ行きましょうか。まあ、まあ勝ち抜けですから。確かに。ノベルティのコースター選んでいただきたいと思いますけども、どうしますか。順番大事ですよね。うん、匠がさ、やっぱり頑張ってくれるから、匠から全然引かしてみて。ああ、そうですね。これは作戦か。最後は何が。違う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 。頑張ってくれた。そう、頑張ってくれたから、やっぱり。まあ、投資したいですね。うん、まあ、行きます。ちょっと不本意。あんま納得してないですけど、ちょっと不本意ですか。ノベルティスカウター。ノベルティスカウター。そんなあるんですか。ノベルティスカウター。戦闘力が分かるんだ。嘘でしょ。あ、これでした。カナさん近い方の。あ、近い方の、こっちの。はい。はい。真ん中。真ん中を。いや、これで当てたらかっこいい。これ当てたらマジですごい。男は黙って真ん中なんで。行きます。うわぁ。いや、もう最初に引いたらわけわからん。いきなりシャッフル。じゃあもう意味ないのよ、最初に引いたら。シャッフルする意味も。そう、意味ないから。そうですね、シャッフルでございます。まだ今はね、1色目だからあれだけど、8色目とか。もう多分みんな、もうしか頼まない。そうそうそう。さあ、続いてじゃあ純喜くん。はい、A の4で。ごめんなさい、どこですか。A と B と C なんかないです。一番上のこっち側の4番目でいきますよ。来たんじゃない。あー、ケイゴか。ケイゴか。ケイゴかよ。ケイゴだよ。悪くない。ケイゴかよ。そんな顔する。これちなみに場所とかも覚えてた方がいいですよ。そのシャッフルが。そっかあそこはあ、こう敬語なわけだね。さあ、敬語くんでございました。じゃあ僕は B の3で。 B の3、もう分かってきました。B の3、はい、男は黙って真ん中です。いきますよ、いきます。来い。うわいや、やってもった。いやびっくりした。こういうことだよね。ですよね。大チャンスが生まれました、純喜くんに。やって、絶対シャッフルだ。いやちょっとやばい。そうそうそう。やばい。ということで全員罰ゲームでございます。まあ、メンバー1人誰かを30秒ずっと褒めていただきます。30秒ですよね。30秒結構長いからね。結構長いけどな。僕から。はい、与那城くんから。じゃあ純喜を褒めればいいんですね。はい、30秒間、はい、用意スタート。はい、河野純喜くんはですね、奈良県出身で、パワフルボイスの持ち主です。JO1 の、メインボーカル、そして、顔もかっこいいし、このね、上にあるこのノベルティの大きい やつもすごい、あの襟足が伸びてて、かっこいいです。そしてダンスの上達がすごい、上手で、歌への探求心もすごい。一番 JO1 で熱い、サブリーダーですね。あ、そうですね。はい、はい、終了。おお、サブリーダー嬉しい。サブリーダーは初めて承認しましたね、ここで。ですよね、僕も初めて聞きました、サブリーダーっていうの。はい、じゃあ純喜くんは匠の、はい、匠くんを、じゃあ行きましょう。30秒間用意スタート。いやー、川西匠くんはね、ほんまにかっこいいんすよ。で、神戸生まれなんですけど、なんといってもそのセンスを見ていただきたい。まずね、このね、イケメンな顔もセンスなんですよね。で、ダンスも上手いんすよね。で、それだけか思ったら、歌もね、マジで上手くて、結構僕、魅了されてます、実は。匠の声とかに。あのでそのね、センスはね、どこから来てるかっていうと、実は努力で、はい、はい、終了。 I love you。 いや、嬉しかった。神戸生まれなんですね。いや、神戸生まれではない。おい、続いてじゃあ、たくみくんいきましょう。はい、与那城くんを、与那城リーダーを。30秒、よーい、スタート。
はい、さい。与那城翔です、まあ、沖縄出身ですごい本当に性格もすごいなんかこう優しくて大人ででもすごいなんかこうセクシーなところもありますし、あとはなんといっても筋肉、もうこれは誰が見てもやっぱ好きになる筋肉じゃないかなと思います。あとはすごい癒しの声、もう癒し声がすごくて本当に毎日癒されてます。そしてダンスの成長力すごい、もう純喜くんと同じなんですけどダンスがすごい成長してかっこいいです。確かにね。いやでも嬉しいですね。さあということで場所は覚えてますでしょうか皆さん。はい、大丈夫ですね。はい、注文お願いします。フレンチトーストフューチャリング豆。おお、豆ちゃんのフレンチトースト。はい、僕はテンションマックスひんやり熱々アップルパイアイスパイホワイトセレブレイト。おお、ルキ君のタピオカのやつを。いいですね。わあ美味しそう。ホワイトセレブレイト、これ美味しそう。うわ、結構タピオカしっかり入ってるね。ね、ホワイトチョコミルク、ね、とブラックタピオカ。合うんかな。いただきます。はい。いやでも美味しそう。ね、ちょっと喉乾いてきた。確かに。おお、うまい。やはり。おい。うまい。おい。どう美味しい。タピオカもいっていいですか。うん、あ、来た。うまい。なんか初めて飲んだかもしれない。こんなホワイトチョコのドリンク。へえ。タピオカが、うん、なんかほんまにしつこくないです。え、もともと多分そんなしつこくないよ、ないタピオカ。え、何？うまい。とにかくうまい。うわ、俺最後か。うわ、まめちゃん。うわ、美味しそう。どうこれ。これは美味しいです。うわ、フューチャリングまめすごいな。ほんまにまめが。うわ、匂いもナッツがいっぱいある。これインスタ映えしますね。確かにこれは乗せたい。あ、そこにね、ナッツつけて。豆ちゃん乗せちゃいましょう。うわ、美味しそう。でも似合うね、フレンチトーストが。本当ですか。あ、いただきます。うわ、わんぱく。うわ、うまそう。うまいっしょ、うまいっしょ。どう？最高。あったかい。あったかいんだ。あったかくてちょっとでも大人ソースは、ちょっと上品、甘ったるくはない。はい。いただきます。うん。口の中が、うん、パラダイスしてます。うわー、出ました。口の中がパラダイス。豆パラですね。豆パラ出ました。さあ、与那城くんも来ました。うおー、うわー、うまそう。うわ、美味しそう。テンションマックスひんやり熱々アップルアイスパイ。これはまず熱々のアップルパイなんですよね。はい、横に添えられているのがひんやりしたアイスクリームなんで、それをもうガツンと上に乗せてもらってですね、はい、メープルシロップになっておりまして、ね、それをアイスを溶かすかのようにかけていただいたら。なるほど。じゃあいただきます。おー、いった。うわ、お、うまそう。純喜うまい。これどうでしょうね。うまい。これアップルパイがガチのアップルパイですね。ケーキ屋さんとかで売ってる本当に手作りな感じ、本格的な、本格的な。ゴロゴロ入ってますか。ボロボロ、もうゴロゴロすぎて、やっぱ冷たいのと熱いのでちょっと溶けるんですよ、やっぱりアイスクリームが。それでいい感じにまろやかになってすごい美味しいです。純喜くんにやっぱね聞かれちゃったら終わりですよ、お二人。これ順番大事ですよ。まあ純喜後だよね。はい、ショック終わり。あ、じゃあ僕が。じゃあ与那城くん、カナダさんの方の一番手前で、はい、手前これ、はい、いきますよ。シャッフル組んで、マジでいきます。シャッフル来い、シャッフル。バカ野郎、素晴らしい。よし、バカ野郎。よし、さすが。これは阻止しましたよ。抜けさせないよ。さあ、シャッフルでございます。俺と思ったのにこれ終わります。いや、これよう言ったね。でもシャッフルをした上で当てたらすごいよ。そう、匠出た、ノベルティースカウター。うん、それ効果あるんですか。さっき効果なかったじゃん。一番上の、はい、一番上の2番目。お、こっちから2番目いきますよ、せーの。ひろべくん、ようやか。ってことは、くっそ、場所だけ覚えておいてくださいよ。まさ、純喜。さっきも真ん中で、また真ん中に来ると読みまして、はい、B の3。B の3、またど真ん中来ましたよ。これできたらすごいよ。純喜くんがいたところですよ。いきますよ。こちら。
罰ゲームでございます。またですか。スイーツにちなんだ甘いセリフで一言カメラに向かって。もうやっぱりねお三人さんと言ったら、まあ、甘いセリフですからね。カメラに向かって甘いセリフお願いします。ここ俺が座った席。おっと耳真っ赤。このテレタクミ君を見てください。耳もピーチ色。それじゃあいきますよ。純喜君カメラに向かって甘いセリフお願いします。熱々アップルパイより熱い恋しようぜ。おー俺しかテンション上がってない。これでもちょっと照れますね。照れるわ。与那城さん甘いセリフお願いします。今日パラダイスしちゃうか。なんだろう。今日パラダイスしちゃうかっていうのは一緒にスイパラに行こうってことですよ、はいはいはい、あそういうことか。抜きにくい釘、引き抜きにくい釘、釘抜きで抜く釘、引きにくい釘、引き抜きで抜く釘。もう一度行きましょう。ちょっともうお腹パンパン。J1 ハウス。皆さんこんにちは。J1 の川尻蓮です。川西匠です。はい。今日は2人ということで、はい、何をするか知ってますか？今日はなんかセカンドシングルの、うん。およの振り付けをレン君が教えてくれるみたいです。皆さんやったー。ちょっと匠の力も借りて2人でちょっとレクチャーしていきたいと思います、はい、あとですね、なんと今日スペシャルゲストが来てくれてるんです。スペシャルゲスト早速ちょっとお呼びしましょうか。そうですね。ゲストの方どうぞ。スズメです。メジロです、はい、これ兄弟の証ということで。そうですね、はい、4人で今日はやっていきたいと思います、はい、じゃあ早速ちょっと1回2人で踊ってみますので、はい、1回見てみてください。じゃあミュージックスタート。スタート。まず今回のこのオエオの振り付けはちょっとこのジャケットを使った振り付けがたくさん入ってるので、まあでもな夏だからな。そうなんです。これが暑いんですよ。暑いんですよ。本当に練習がすごく暑かったです。じゃあ暑くて嫌だって人は上着なしでやってる振りで、はいはい、レクチャーしていくんですけど、はい、ちょっと今このままだとちょっとカメラの関係で反転しちゃうんですよ。はい、だからちょっと画面をこうできたら、本当にできたらいいんだけどな。いいっすね。はい。はい。じゃあこれで匠が反転してくれたからすごい見やすくなったので、早速レクチャーしていきます。はい。お願いします。はい。最初は5、6、7、8で自分の右襟、ジャケットの右側を持ちます。8で持ったら、最初は。ヒラ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 ボンボンステルです。手は4回、ヒラ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 4回ヒラヒラしたら2回強くバッバッって開きます。その後にステルしたら反対もヒラ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 強くステルです。これにちょっと難しいですけど足がつきます。最初は左足から右襟をつかんで、左足からちょっとここ難しいです、つま先から踏む踏む踏む、うん、つま先から踏む感じ、こうちょっと不思議な感じかな。すごい不思議な感じ、つま先から踏む感じです。これを一歩踏んだら2回ひらひら、つまり足は一歩、二歩、三歩目で2回強くやって、捨てるしながら
右左右踏みます。でこれがさっき5、6、7、8でここを掴んだので同じタイミングで反対側も掴みます。はい、なのでひら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 強く捨てるの最後で左側を掴みます。ちょっとここは難しいですけど、5、6、7、8ひら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 強く捨てるです。ちゃんと左側掴めましたか？はいはい、掴めましたか？はいじゃこれ反対も同じことします。はい、今度は右足からいきます。7、8ひら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 強く捨てる。今度は捨てた最後に両方の襟を使います。強く捨てるです。ちょっとここでポイントなんですけど、はい、ちょっと一回踊ってもらってもいいですか？はい、いきます。5、6、7、8ひら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 強ストップ。ここですここですレン君ここ一番止めたらあかんの。ここは足も大事なんですけど、はい、この腕がこう上に上に上がってるとかっこいいんですよ。それが足なんですよね足も大事なんですけど腕もちゃんと上げてここがこう開いてる感じをはいで体幹トレーニングじゃあそこも意識しながらじゃあ頭からゆっくりやっていきます。5、6、7、8ひら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 強く捨てる。掴む。ひら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 強く両手です。わかりやすい。わかりやすいですか？今日はここまで。また来週。バイバイ。 JO1 ハウスシーズン2。皆さんもう今日何やるか大体お気づきですよね。この感じは何やるんですか？何も聞いてない。講義講義ですよ。そうです皆さんはこれからやっぱり世界に羽ばたいていくわけですから、はい、本日は大事な講義を受けていただきたいと思います。いやただね今回は本当どうなることかっていう感じの、まあ、スペシャルな先生が来てますけどちょっとね僕も読めません。今回はむちゃくちゃな回になる可能性もあります怖い、はい、怖いな。早速先生お呼びしましょう。はい、はい、先生お願いします。うわにらみつけてる、すごいにらみつけてる。改めまして皆さん、去年アメリカのオーディション番組で爪痕を残し話題となったグローバルピン芸人ユリアン先生。おお Alright, my favorite movie is Back to the Future because I'm from the future. And I came here in Time Machine Dutch in Bali. I need your help to get back the year in 1985.はい、皆さんキョトンとしない、キョトンとしないでください。ちょっと過去から来ちゃったんで、私があの1995年に戻るまで手伝ってほしいっていう。さすがの那城くん、マジで分かってた。今のヒアリングっていうか、So my favorite movie is Back to the Future. 私の好きな映画は Back to the Future。 いや全然関係ない、那城くんと全然関係ない。とりあえずじゃあ、与那城くん、リーダーの与那城くんからじゃあ号令の方改めてお願いします。はい、せーの、ゴーツだと JO1 です。よろしくお願いします。じゃあ座っていただいてください。はい、ちょっと怖いですね。なんか普段知ってるユリアンとはちょっと違う雰囲気ですね今日は。My name isAngelina Jolie and... 違うでしょ、ユリアンですよね。ユリアン・レトリーバー？違いますよ、アンジェリーナ・ジョリーさんではないと思います。はい、あ、すいません、私
ちょっと英語喋ってました。ずっと喋ってました。怖い。頭の中がもう普通な、どっちも普通なんで、あのなんていうんですか、どっち喋ってるか分からなくなっちゃう。あ、もうそれぐらい英語入っていると。はい、いやすごいですよ、やっぱこれがグローバルな方ですから。やはりあの皆さんはあのグローバルに活躍されたいって、すいません、グローバルわに活躍されたいっていうことをお望みですので、はいはい、私実はあの出身が NYC なんですね。え NYC? NYC? NYC 知ってます？ニューヨークシティ。はい、ニューヨークシティ。ニューヨークシティって、あ、いや、奈良県吉野町ですけどうわー、ニューヨークシティだと思ったよね奈良県吉野町なのでちょっとなんかそのグローバルに活躍さ、はい、できるお手伝いになんかなればなってちょっと思ってきました。どういう人かっていうのをまず教えていただかないことにはこうコミュニケーションを取ることができませんので、はい、OK! I have a question for everyone. 質問をね。First, Mr. Yonathilo. Yes. Can I please? What is your favorite movie? My favorite song is Back to the Future 2. Ah, 2. Yep.Me too. とことん好きなんですね。Perfect. Thank you. You're a great person. Thank you so much. Thank you. Thank you. すごい。Thank you. 会話できてんだもんな。Next, Mr. O'Healer. Oh, hi. 緊張する。What is your favorite color? Color? And my favorite color is yellow. Yellow? Yes. Why?Why? Why? Mm-hmm. It's okay. It's okay. It's okay. 2回言ったのは聞こえましたけど、なんとなく。英語わからないけど、It's okay. 2回言いましたね。Yeah, it's okay. You're a perfect person. まあ、留学経験もありますからね、小生君は。素晴らしい。And next?Mr. Mamehala. Stand up, please. Hi. Where are you from? I'm from Okayama. Okayama? Oh, do you like Okayama? そうっすね。Do you? I like Okayama. I like Okayama.パーフェクトっすか。今の僕でも分かりますけど、今の会話だと。No, no, no. He's passion. He has passion. And he is great person. You're perfect. Thank you. なぜかすごいあのターンで分かるんですね、会話のターンで。Yeah, yeah, yeah. Mr. Kawasuri. ネイティブすぎるでしょ。そんなネイティブですか。カワシリ。そうなんですか。What is your favorite food? I like hamburger. Hamburger? Meat. Yes! 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 Thank you. You're so cute. You're cute. Yeah, you're just cute. You're a perfect person. Thank you. Mr. Fiddler in World. What? Your favorite song? My favorite song. One Direction. One Direction. I love it. Yes.What makes you beautiful? Please sing it a little bit. Eh? Okay, perfect. 一個腹に抱えた
to the world. Yeah, what are you so high? You tall? How tall? How tall? どれぐらい？身長どれぐらいですか？ 178. 78? Yeah. Oh my god, you look like Zac Efron. I love you so much. めちゃくちゃハマってるじゃん。 And Mr. Yonah Taylor, please stop translation. Okay. Shut your mouth. うわ、厳しい。もう喋るな。結構厳しいこと言われてるよ、英語だけど。Next is Mr. Kono. Hi. Oh, Jake. Hi. 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 Why is your hair green? Blue, blue, blue. Blue, I'm sorry. Blue. because I like this color. Wow. Blue sky. Blue sky. And blue sea. Blue sky. Ocean. Yeah.You're amazing, you're a romantic person. Yeah. Mr. King Joe! Yes. Oh, you're so high tone. Do you like cat? No. Dog?No. What is your favorite animal? No. 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 Me too. 嘘ついてる。嘘ついてるよ先生が。Perfect, perfect. And next, Mr. Himata. Himata です。はい。Where do you live? 住んでる場所。One more? はい。Where do you live? Where? 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 No, no, no. Where? いや、英語が一番苦手ですよ。先生っぽいわ。It's okay. Are you American? And next, Mr. Kawanithi. Oh! Nithi! A, B, what is?優しい優しい A B C パーフェクト。ちょっと喜び方が全然違う。もう飛び跳ねちゃってる。Next, Sato, my boyfriend Steven, Bob, and Tom, and I have to go to the party tonight, and I don't know why he's driving, come to me, and everything is cool, and everything perfect, and walking on here, and they were so crazy, and supermarket, it's everything is perfect, and what is your important thing in your life? I like Back to the Future. Future. Sorry. Okay, so let's calm down. Your important thing is Back to the Future. Yeah.嘘だろ嘘だろ Me too だった You're a perfect person すごいのかなちなみに何が分かりました今ので先生今のでですね家庭環境ですとか家庭環境まで分かったこれからの仕事に対する意気込みですとかはあなるほど今まで厳しくしていたものは全てこの結果を知るための過程です。あ、なるほど。じゃあ先生今日は何の講義なんでしょうか。今日はですね、いかに人を騙せるかという。いやいやそんなアイドルグループ嫌です。冗談ですよ。冗談ですよ皆さん。英語は大事なんですけども、その中で何が大事かわかりますか。与那城くん。はい。何が大事だと思いますか。一番大事なのはパッション。
大事です、もちろん、うん、じゃあファッションも大事。え、豆原くん何が大事だと思いますか。コミュニケーション。ちょっと違いますね。ちょっと違いますか。はい、あら、川西くん何か分かりますか。 C。 C、もう正解です。嘘つけ、嘘つけ。いやいや、 C が正解だとしたら何の交流ですか。正解はですね、はい、あれ当たってますよ。いや、先生、はい、これは正解はコミュニケーションスキル。あ、なので川西くんが言ってくれたこう C が正解です。そこで引きされてるな。ですので、はい、それを皆さんに今日は身につけていただこうかなと思います。おお、これは素晴らしい。はい、DGC です、今日は。はいはい、ハウスさんですか、これ。今日はハウスさんです。これは出番直前にめちゃめちゃテンション上がるアップテンポの曲聴いて出ます。気になる我が発祥体聞いた奴らは全部消えた。ジェロウィー、ゴーダー。